吉田勤発展動画チャンネルの吉田勤です。7回の表を迎えました。日大三高対駒大附属です。この回無得点に抑えればコールドゲーム成立ということになるんですが、またちょっとファールボールを出してきました。ピッチャーが交代をするようです。ちょっとファールボールの数が多すぎました。勝ち点を迎えます。投球練習に入ります。2ということで8点差がついてますので、ここを抑えればコールドゲームということになります。日大三高盛大な応援団が取りました。今この守備を守るところです。まあ、ファールボールの選手が出まして、フォアボールの選手が出まして、ピッチャー交代になりました。日大三高です。さあ、閉まってきてると思います。フォースライン。さあ、あと1球です。日大三高ここまで飛んできました。惜しいボール。ワンボール、ツーストライクです。アウト。これで、7回の表今攻撃が駒大附属終わりました。日大三高が取りまして、10対2、大きな場内から拍手を送ります。おめでとうございます。選手の皆さんがそれぞれこのスタンドに戻ってきます。試合終了でございます。ご覧いただきましたように、日大三高さん、おめでとうございます。10対2、8点差で今日大三高5回戦を終えたところです。第三高校が勝ちました。勝ちました。日本大学第三高校の選手の方はグラウンド整備を願いいたします。